こんにちは、新藤きみこです。今日は、秋日の、ちょっと紹介をしたいと思います。はい、盆栽の肥料はですね、代表的な肥料の、3要素って言われる、窒素、リン酸、カリウムの、3つの他に、カルシウム、マグネシウム、硫黄を、鉄とかモリブデン、それと、炭素、水素、酸素とですね、全部でこう17元素の、栄養素が、植物には、必要だということなんですけど、その中のその、窒素とリン酸とカリウム、これはですね、植物のこう成長に、欠かせなくて、たくさん消費されるので、肥料として、与える必要がある、とても重要な、要素なんですね。で、窒素はですね、通称こう歯越えなんて言われてるんですけど、主にその生育の前期、葉っぱとかがこう展開している時期にですね、大量に必要な、栄養素だと、言われていて、廃炉を、良くしたりとか、茎葉を伸長させるっていうね、そういう原料になってます。でリン酸は歯越えに対してこう身越えとか鼻越えとかですね、そういう風に言われてるんですけど、主に生育の中期っていうか花芽を作り出す夏頃ですね、触覚とか、その辺ぐらいから、大量に吸収されていく、成分で、その身越えなんか言われますけど、根の生育にも結構重要な働きをしている、栄養素ですね。でカリウムは通称根越えと言われているもので、根の成長を良くする、あと水分の調整なんかにも関係していて、耐寒性とか耐暑性とか病害虫への抵抗性なんかにも、結構関係しています。で秋日の主な目的っていうのは、必要な栄養素を補ってあげるっていうのもそうなんですけど、主にその、休眠期までに力をこう蓄えてですね、冬越しの力を持たせてあげるとか、耐寒性を持たせてあげるとか、あとはもう翌年の春の芽出しを助けてあげるというですね、そういう目的があります。だから逆に春にあんまり肥料をやりすぎると、今度は 新芽がね、強く伸びすぎちゃって、間延びしちゃったりとかするんで、割と春は控えめで、秋はしっかりあげるっていうのが、盆栽界のかな、盆栽では結構知られている、そういう考え方ですね。はい、で盆栽に使われている肥料は有機肥料でも化学肥料でも結構いいものが市販されているんですよね。だからいろんな種類があって、自分のこう使い勝手とか、そういうのでね、決める人もいらっしゃるかと思うんですけど、よく使われる盆栽用の肥料って有名なのは、玉肥、丸太さんの玉肥っていうのがありますね。油かす肥料って結構窒素分が多いんですよ。これの場合は、窒素とリン酸カリは5、4、1で、数量的にはこう、下がり型のタイプ、窒素が一番多い肥料なんですけど、やっぱ秋は植物もこう窒素の吸収効率すごい下がるんですよ。その代わりリン酸とカリウムよく吸収して、逆にそれが必要な栄養素なので、リン酸とカリウムの割と配合の多いものを、選んで 使うようにしています。バイオゴールドですとか、当初の超発酵任せっていうね、バイオゴールドはですね、こういうものです。こういうちょっとね、美味しそうな匂いがする、ちょっとねお高めの肥料なんですけど、春あんまり使わない代わりに、秋はねたっぷりあげるようにしています。あとグリーンキングも私よくね、こう使いやすいからこう、こういう顆粒のものを使うんですけど、これはやっぱちょっとね窒素多めなんで、そういう場合はこれですね、こういうもの、いろいろあるんですけど、このねこうちょっとね、リンカリ足りないなと思ったら足して、使ったりしています。
リン酸カリウムっていうのは特に花物類とか実物類が、必要なものなんですけど、こういう牢屋柿ですとかサンダジですとかありますよね、うん、ただ初めからこう濃い肥料をやるのはどんな時でも失敗のもとなので、まあ、ちょっとね最初は少なめの肥料だったり、こういう液肥ですね、花工場とかハイポネックスとかあるんですけど、こういうのをね2000倍プラス、私は2100倍とかそういうちょっと薄めにしてやってるんですけど、うん、はお水あげた後にこう薄めた、すごく薄めた液肥をですね、まあ週に1回か2回ぐらい、やって、でその後にまあ無機肥をあげるっていうのをやってます、うん、例えばこういう牢屋柿は、こういうバイオゴールドをですね直接こう針金で固定してぶっ刺してやってもいいですし、肥料用の肥料用のなんかこうボールみたいな容器みたいなのあるから、それに入れてこう刺してもいいですし、うん、ね、まあ、コロコロ転がるところ落ちちゃうんで、まあ、適当に固定して止めるとかですね、そういうやり方しますね、うん、もうちょっと大きかったらこういうお茶パックなんかにこういう肥料を 2,3 個入れて、じゃあちょっと窒素が多いからリンカリ肥料をちょっとまたこう何個かこう入れて、この中にこう入れて、それでこう肥料のこうティーパック作って、うん、それでここにこうちょっと大きいけどこうやって針金でこう突き刺して止めておくとかですね、いろいろ人によって工夫して肥料を置いてらっしゃると思うんですけど、うん、その辺はですねお任せで、はい、やってみたらいいかなと思うんですが、うん、で小白類とか葉物類はやっぱりそんなに、まあ、花芽とかも気にしないですし、やっぱこう葉の充実とかですね、灰色とかそういうものを見るので通常の油かす続けてもいいと思うんですけど、やっぱちょっとね骨粉足してみたりとか、うん、骨粉ってねないな、これですね骨粉、うん、これまんま骨粉なんですけど、骨粉みたいな、なんていうか、もうちょっと使いやすくなってるやつなんかも売ってるんで、こういう骨粉を油かすに、と一緒にこう、加えてあげると。こういう油かすと骨粉をこう置くとかですね。そうやって、リン酸を少し、補ってあるような感じにしてあげると良いと思います。うん。ただ、リン酸っていうのは、窒素とかカリウムと違って流亡しにくい物質なんですよね、うん、水に溶けるとですね、リン酸の成分がすぐですね土の粒子にですね吸着してしまって、例えば上から置いただけだとですね、表層だけにこう溜まって根の方に届かないっていうね、そういう現象があります、うん、まあ、それを考えるとできれば例えば骨粉なんかあげるときは単に上にポロポロってやるんじゃなくて、ちょっと土をですねほじくってちょっとホリホリして穴開けて、でそこにこう骨粉をこう埋めてですね、はい、それで土またかぶせて中の方に入れてあげるとですね根に近くなるので吸収が良くなりますんで、うん、風が強いんですけど、これマグアンプってガン肥でよくね使う肥料なんですけど、ここなんでこんなにリン酸多いんだろうと思ったことないですかね。6対40対6対15とかあって、ガン肥にですねリン酸は全量施肥って言って、春にもう全部あげちゃうんですよ、うん、その代わりその土の中にね吸着して流亡しにくいので、春にね全量施肥して開けても大丈夫だっていうことなんですよね。あと私が秋肥でよく使ってる肥料でおすすめなのはこういうデキダス、これは活性剤なんですけど、活性剤って栄養素入ってないんですよ、原則 NPK 入ってないんですけど、ですねこの中にはコリン、フルボ酸、アミノ酸とか、あとカルシウム、各種ミネラル、鉄、銅、亜鉛、モレブデンなどなんか入ってるみたいなんですよね、うん、そうそう、
で、この辺がですね、この辺のなんかよくわからん成分がですね、まあ暑さでバテた木を元気にしたりとか、体感性とかもね上げてくれるっていう、こういう効果がありまして、秋日はですね、こういう活性剤はこういうものを使ってますね。他にもいろいろあるんですよ、活性剤って。こういうものだったり、こういうものだったり、本当になんかもう種類豊富なんですけど、まあおすすめはこう秋は力出すっていう感じで、まあ秋だけ使ってるわけじゃないんですけど、こういうのも使ってみたらどうかなと思います。あとはやっぱこういう液肥ですよね。この花工場とかハイポネックスなんかは、リン酸が多く含まれてるんで、まあ秋の最初の、液肥として使ってもいいかなと思います。乾水代わりに時々使っても良さそうですよね。ということで今日は秋肥の説明をしました。まとめますと、めっちゃ風が来るんですけど、秋肥として使うおすすめはバイオゴールドと、なんだ、東証の油かす、これは基本に使っていて、ちょっとね、普通の油かす使う場合はこういうコップンとか、リンカリの追肥用のリンカリ追肥料を使っていますと。で、まあ、活性剤にはこういうリキダス使っていて、まあ、液肥にはこういうハイポネックスとか花工場なんか使ってます。まあ、ちょっとね、そういう感じでですね、秋肥頑張ってください。